皆さんこんばんは。ガエルチャンネルです。Hello everyone. Let's make it good practice. And we have to mind about cold tires. It's very different, especially on this track. 皆さん頑張りましょう。冷えたタイヤが、非常に危険だと永井さんもおっしゃってますので、特に1周目2周目気をつけていきましょう。はい、というわけで前置きが長くなりました。ウィーク10に向けた、スキップワーバーの、いつもの月曜日の練習会およびこれから始まる模擬レースの模様をお届けします。モスポートカナディアンタイヤモータースポーツパークですね。予選がですね7番手なんですけど、不参加の方もね決勝結構いらっしゃるので実質3番手スタートですね。永井さんがポールポジションついていきたい。レッドシグナルからスタート。後ろが匠さんとあとヒロさんいますね。スキップおじさん、4人衆のうちの1人ですね。でそのうちに、チャンピオンマニエル・ルケッタさんがいますね。このマニエルさんどこまで追い上げてくるのか見ものですね。さあ永井さんが遠い、これは追いつけるんでしょうか。このねモスポートは相当スリップが効きますからね。でさっき私がアナウンスしてたようにこの1周目はねだいぶ抑えめで、行ってますね。この温まった時の感触が、手の中に残っているとね危ないです。おおすごい、匠さんが、スリップでついてきてて、この後ろのチャンピオンマニエルさんを引き離そうとしてますね。さあこのダブルエイペックスヘアピン、ここがねここは超重要ですね。もう VRS でもやっぱ重要だ重要だって言ってましたよね。さあ前の、アルバさん、アルバさんってねあんまり、見たことない人なんですけど速いですね。まずいこのスリップ合戦は私が不利ですね。アルバさんが永井さんの方に近くて私は結構引き離されていってますね。さあ1周目この S 字もしっかりね減速して入っていかないと危ないっていうのはね、この練習会では、予選オープン予選という形で19、20、21、2時間半ですね、2時間半のオープン予選とあと決勝30分を行ってるんですけど、だいたい最初の1時間半とか、まあ、大体1時間半ぐらいですねずっと通しで私は練習して、でその後30分ほどコーヒー休憩を取って、で最後アルバさんがで最後予選、決勝始まる30分前ですね、もうそこはタイヤ冷えたタイヤの練習をしますね。ピットからスタートして、まあ、2周か3周してまたピット戻ってコールドタイヤに履き替えてという練習をしてますね。そうすると、この決勝のレースも比較的スムーズに進むことはできますね。でこれオフィシャルレースだとまた予選が入ってくるのでなかなか難しいところなんですけど、この練習会はもう予選の練習はまた、個人で、個人個人でやってくださいと、そのクローズド予選ですね。ですので、もうまあ、プラクティスからすぐ決勝と、でそのプラクティスの、タイムを、予選タイムとしてカウントしますよという、構成、2部構成にしています。うん、いや永井さんのスリップに当然オフトラック取られますね。ついていけてるのが嬉しいですね。さあ匠さんが1秒後方まで下がりましたね。いや永井さんがやっぱ早いですからね。まだ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 3周目ですからね、ちょっと全開とはいかないですね。いやいや気持ち車速は落としながら入らないといけないですね。このヘアピンできるだけアウト側から、永井さんのライン取りが結構独特ですね。
さあ今度はスリップちゃんと入れてますね。これは後ろの匠さん、これはもう、引きちぎったかな、まあ、練習会なのでねこう一緒に、走れるとよかったんですけど、まあ、これはね、まあ、かわいそうですけど、私は永井さんのパックで、切磋琢磨していきたい。うん、さあレースは4周目、合計16周ですね。このモスポートはもう3シーズン目ですからね、まあ、だいぶ、ガイル選手も慣れてきたところですね。やっぱりこう選手あの前のシーズンで達成できなかったことをこうもうワンランクですね上の走りを目指してっていう形で練習していってますね。おーおーおー、うん、ちょっとここね前のアルバーさんとタイミング合わないですね。あそこはね、結構いろんなアプローチがあると思いますね。さあヘアピン大事なところ、うん、なかなかねアクセルがあれ VRS の先生はねもっともうあの半分過ぎた時点でアクセル全開にしてるんですけどね、なかなかそうはできないですね。そんなに早くアクセル踏むとやっぱオーバーランしてしまいますからね。お、これは仕掛けるでしょうか。さあうん、さすがに永井さんはかわすとこまではいけなかったですね。これね模擬レースなので、オフィシャルだとねもうちょっと慎重に行くんですけど、こういろいろ試しながら走っていきたいですね。おお、うん、あれオフィシャルだともうイン側からオーバーテイクしていくべきなんですかね。なかなか難しい。おお、だいぶスライド多いですね前のアルバさん。ちょっと永井さんと差がついてますけど大丈夫かな。おお、あのダブルエイペックスヘアピンの突っ込みが素晴らしいですねアルバーさん。ん、これはどういう動きだろう。おお、押してしまいましたね。これはソーリーですね。うん、あの動きがよくわからん。あれは何だったんだろうか。ノープロブレム。ああ、アルバさんからはノープロブレム。帰ってきましたね。うん、ちょっと離れてしまいましたね。これはちぎられるとまずい。うん、なんか徐々に差を広げられてますね。これはまずい。前と 1.1 秒差、これはまずい。そして後ろの匠さんが 1.4 秒差、これはまずい。あ、匠さんの後ろの、チャンピオンマニュエルも匠さんから1秒離れてないですね。これはもう後ろは合流グループになりますね。で、私がどっちにつくかですね。
後ろのグループじゃなくて前のグループにつきたい、コーナーで頑張ればなんとかついていけないでしょうか。うん、いやー厳しい厳しい。うん、ミス。いやこのね単独走だと、配信映えしないよななんて考えていたらちょっとね、緊張の糸が切れてしまいましたね。おかげでこの後ろの匠さんグループ第2グループとの合流してこちらのバトルに、ね、発展しそうですね。いや後ろのね匠さんがあのヘアピンが早いんですよね。さあ後ろ匠さんマニエルさんが同じパックですね。でヒロさんも、ね、合流するかっていうところですね。さあ匠さんがアウトからでマニエルさんも来そうですけど来ない。よし、うん、やっぱこのずっと、単独で走っているとこの前の視界が遮られてこうマーカーが見えなくなるってね、これの練習をするためにもこの練習会で集団走行をやっておくと本番のオフィシャルで有利になりますね。おうん、今のはエーペックスにつけてなかったですね。おお危ない危ない。うん、さあこれはチャンスですよ、スリップチャンス。よし、さあマニエルさんはどう出るんでしょうね。ああマニエルさんがさらにインから、で匠さんが2番交代ですね。ここもできるだけアウトからでアクセルを抜いてちょっと車の向きを変えてからアクセルオンですね。あそこの3連の区間はブレーキほとんど使わないですね。ちょっと滑るこのねアウトの縁石超滑るので縁石乗るんだったらその外側のアスファルトのところまで出ていかないといけないですね。縁石よくね縁石で滑ってイン側のコンクリートウォールに激突してる車はねよく見ますね。さあチャンピオンマニュエル来ましたね。さあうんギリギリなんとかギリギリ。さあチャンピオン来ましたね。スリップでアウト側からで匠さんが来そうなのでここのスリップにまた入って間に割って入りたい。よしよし、うん、よし、あこれはさっき言った、
遠赤滑るよっていうやつでしょうか。うー、怖い怖い。前が見えない状態であそこ遠赤乗ると結構怖いですね。遠赤を越えたあの細いアスファルトに乗っけていかないといけないですよね。おー、なるほど。マニエルさんはだいぶこうアウトからあの奥から侵入してレートエーペックスを取ってますね。クリッピングポイント奥にってやつですね。おっとっとっと、びっくり。意外と意外とマニエルさんブレーキングポイントが早い。いや、追突しなくてよかったですね。さあスリップでなかなか追いつけないですね。え、こんなもんどっか車壊れてますかね。ただ、そんなにコーナリングは特に問題ないですね。おっとっと、あ、いかん、ちょっと離れた。これは追いつかないと。あとはですね、昨日のサンデーナイトライツ出場はできたんですけど、もう当落線上ギリギリなんですよね。ちょっとねアイレーティングをもう少し稼がないとまずいですね。ですので、このスキップバーバー以外の車もだいたいね、昔あった、映画の2本立てじゃないですけど、ガイルチャンネルのスキップバーバーと、その他の車種、1週間に2本立てというのを目指してるんですけど、あんまりねそれでアイレーティング失うのも良くないんですよね。もうサンデーナイトライツに確実に出場すると、思う場合はアイレーティング4500ぐらいないとやっぱ怖いなっていう状況になってきましたね。ツイッターの方にも上げたんですけど、サンデーナイトライツのこの SOF がですね、どん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 うなぎ登りに上がっているというのが最近の状況ですもんね。さあレースは12周目ですね。いや、このねやっぱチャンピオンマニュエルだいぶ調子が上がってきて、あわよくばストレートエンドでね、バックストレートのエンドで抜きたいんですけど、なかなかね隙がないですね。なるほど。クリッピングポイント奥に取ると確かに、立ち上がりいいですね。さあどうだ、今回もマニュエルさんのブレーキングポイント結構早かったんですけど、前とギャップがね空いてたんで、追突しないだろうってことで、思い切って飛び込んでいきましたけど、さあこれはチャンスじゃないですかね。どうだ。いや、これは なんかねいまいち伸びが良くないですね。微妙微妙これ、序盤に追突してフロントが、本当にコツンと軽く当たったぐらいなんですけどね。でノーズコーンは取れてないと思うんですよね。そんな当たり方じゃなかったので。ただスリップの効きが良くないですね。さあレースは13周目。これはよっぽどヘアピンの立ち上がりを良くしないとオーバーテイクできないですね。
いや、インガーの遠赤にね、成り行きで乗ってしまいましたけど、あれは滑るのであんまり速くないですね。さあできるだけアウト側から大きく円を描くようにアウトの白線近くまで行けないけど、あれね、VRS はね、アウトの白線近くまで目いっぱい使ってるんですよね。うん、これは追いつけなさそうですね。追いつけなさそうというか、オーバーテイクするまでの距離にこのスリップで近づくのは難しそうだと、まあ、せいぜいあのギャップを詰めるのが関根山ですね。うん、ここの突っ込みで差が開きますね。さすがチャンピオン。さあしかしこの2個目3個目で差を縮めていくガイル選手。レースは14周目、残り3周。おお、だいぶイン側攻めてますね。でもあそこはね、そんなに、うん、これ今ね車速落ちましたよね。あのね、うん、遠赤の内側攻めるのはあんまり、うん、良くないなと前のシーズンで悟りましたね。いや、すいません、くしゃみが。いや、ちょっとね、あのビデオカードが熱くなって、部屋が2月にもかかわらず部屋が暑いなと思って窓開けたんですけど、花粉がですね結構入ってきて、くしゃみが出るのと頭が痛いのと、ね、皆さんも、花粉の季節、あの涙くしゃみ以外に頭が痛くなるってないですかね。私はちょっとこう、あのまあ、ガンガン痛いじゃないですけど、こう微妙な頭痛みたいな、そういう感触がね、ありますね。いや、後ろ匠さんがねだいぶ近いんですよね。うん、これも微妙だな。これちょっと待機、まあ、これねファイナルラップだとまた話は別なんですけど、こう明らかにオーバーテイクできるっていう状態じゃないと、うん、ちょっとですねガイル選手の作戦としては、うん、待機ですね。さあ残り2周、やっぱね、中にはこう何も考えてないようなドライバーっていますよね。もう、あ、抜くチャンスだ、抜いちゃ前抜いちゃえっていうね、あのうひょひょいったれみたいな、そういうドライバーがいますけど、まあ、抜いた後どうするのよってありますよね。どうせ、2人ともペースが落ちて、まあ、また、ね、スリップストリームでオーバーテイクされるでしょうっていうのがありますので、この抜いた後の展開を考えて抜くべきところで抜くっていうのをねやっていきたいなと。さあヘアピン、おおおお、今軽く接触ですかね。まあ、まあ、ほぼ、あ、でもちょい曲がってますね、これリア。あ、これは申し訳ない、これ車速伸びないですね、マイネルさん。うん、やっぱねオフィシャルでもああいうことは起きるでしょうね。まあ、でも私のフロントセクションも微妙に壊れてそうなので、やっぱね接触は起こさない方がいいですね。まあ、こういう風にね終盤になってもう、あの後ろのグループともう全然差がついてて、このグループ内での争いってなると、さあファイナルアップ、まあ、そういう展開だといいんですけど、こう序盤に車を痛めてしまうと、やっぱね後ろのグループに追いつかれたり飲み込まれたりっていう展開になってしまうので、そこはやっぱ本番では避けて いきたいですね。さあどうだ、そんなに私の場合はクリッピングポイント奥にというよりは、あの面で捉えて丸く、まあ、インベタレっていうね、そういう感じで曲がってますね。さあ最後のヘアピン大事、なかなか早くアクセル踏めない、こんなもんでしょう。
これはマニュエルさん来ますね。その後ろの匠さんがどう来るかですね。さあこれスリップから出たタイミングが早かったのでどうですかね。どうですか、ね、これギリギリ並んでると言えなくもない。ここは最後の最後、勝負勝負勝負、尋常に勝負。これはうーん割って入れる、インインアウトはいるので膨らめない。うーんこれは負けた負けた。さすがチャンピオン。Come on, man. Defend harder. Yeah. Thank you, Manu. It's very fun. 面白かった。いや、順位が4番手ですね。トップが永井さん。で、2番手がアルバーさんですね。で、3番手がチャンピオン。で、4番手が私。あ、最後の混乱で、スキップおじさん、四天王のヒロさんが入ってきましたね。そして、匠さんですね。はい、という模擬レースでございました。いやー、もうスポット楽しいですね。やっぱスリップストリームでずっとバトルが続くんでですね、うん、これはいやー、もう本番のオフィシャルレース多分ね、予選でいいとこ行ければまあ、特に、まあ、大体2、3グループぐらいに分かれて先頭グループに入っておけば、まあ、着実に I レーティングを上げられるタイプのサーキットだと思うんですよね。ですので、この、下がった I レーティングを回復させるために、ちょっともうスポート集中的に特に前半ですかね、週の、出場していこうかなと思うところですね。まあ成績次第ですね。いい成績を、着実に稼げそうであれば、ちょっとね、一稼ぎしていきたいなと思います。よろしければチャンネル登録や高評価低評価ボタンを押していただけるとありがたいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ガエルチャンネルでした。